大平村に建設が決まった半導体製造工場についてです。まだ記憶に新しいニュースですよね。そうですよね。ではまず概要を振り返りましょう。今年10月、金融大手の SBI ホールディングスと半導体チップ製造世界6位の台湾企業 PSMC が共同で大平村の第二仙台北部中核工業団地に半導体の製造工場を建設すると発表しました。東北は結構半導体企業にとってはそういう人材を集まるところいいところじゃないかなとは考えております。半導体製造にかかる国内の重要拠点として東北の発展に大きく貢献いただけるものと確信をいたしております。8000億円を超える巨額の投資が見込まれていて、工場は2027年の生産開始、29年のフル稼働を目指しています。投資額も桁違いで大きな話題となりましたよね。はい、そうですね。ところで熊谷さん、はい、半導体とはどんなものか分かりますか？いや、よく耳にしますし、はい、電子機器などに使われているというのはイメージできるんですが、はい、ちょっと漠然としているかもしれないです。なるほど、ではここからはですね、最先端の半導体研究を行っている東北大学で聞いてきました。はい、半導体は世の中のあらゆる情報を処理するハードウェア、スマホから車から発電所まであらゆるところにコンピューターが入ってます。その中に入っているものが半導体です。東北大学ではさまざまな種類の半導体を研究開発しています。では半導体の役割とは。例えばドローンの中にはこういったカメラで画像を撮りまして、その情報に従ってどういうふうにドローンを飛ばしていくかということを、この黒いパッケージのところが全て半導体なんですけど、これによって考えて動いていく。つまり半導体というのは全てのシステムの頭脳となっています。考えたり記憶したりと人間でいう脳の役割を果たします。機械やシステムを動かすためになくてはならないもので、情報化社会の今さらに需要の増加が見込まれています。とても大事な役割があるものなんですね。はい、そういうことなんですね。はい、こちらに映っているものは新工場で作られるものなんですが、ウェハーと呼ばれる半導体が集まった円盤状の薄い板なんですね。はい、これを切り出してチップにし、さまざまな製品に使うわけです。スマートフォンやパソコン、テレビはもちろんですが、車や新幹線といった乗り物、LED 電球、医療機器などにも半導体は使われていて、はい、社会インフラを支えているとも言えますよね。生活には欠かせないものというわけなんですね。はい、そうなんです。日本は技術立国ですし、この半導体分野には強いんでしょうか？実は近年苦戦しているんですね。はい、こちらは半導体産業の世界シェアを表しています。はい、棒グラフで分かるように市場規模は年々成長しているんですよね。そうですね。そのうち日本が占める割合は折れ線グラフが示しているように、はい、1988年には 50.3% と、はい、世界全体の半分以上を占めていましたが、90年代以降は低迷し、2019年にはこれですね、 10% にまで落ち込んでしまいました。はい、そこで国は2021年半導体分野の国内売上高を2030年までに2020年の3倍の15兆円にする目標を掲げました。国が補助金を投入してバックアップするというわけですね。はい、そのため今国の内外の半導体企業が続々と日本への投資を始めているんです。このように北海道から九州までですね、はい、日本全国半導体工場の建設が進められていまして、今回の新工場こちらですね、にも31の自治体が誘致に名乗りを上げたといいます。ではなぜ宮城が選ばれたのでしょうか？ PSMC ジャパンの張宇社長は土地の広さやインフラが最適だったと話します。今回のプロジェクトについては、台湾の PSMC の一番先進技術の工場をそのまま 100% をコピーしてくるというプランです。形とか大きさは全く一緒、100% 一緒だったら一番理想的な
考えです。でちょうどね大広間はその完璧な土地にあっています。また技術者など人材の確保も期待できたといいます。東北大学は、まあ、日本だけじゃなくてもうそれ世界中でも有名なあのこういう半導体関係の、一流の大学ですから、これから一生懸命、東北大学を含めていろんな大学を交流してどういうあのいい人材をあのそういう育成というプログラムをあの真剣に考えていくとつもりです。さらに実は3回くらい僕あの知事に会ったことあります。1回はわざわざあの台湾に行ってくれまして、知事だけじゃなくて県庁のみんなえすごく一生懸命 の, あのそういう頑張っているの姿を見てその情熱とあと仕事の効率、これ結構僕が感心しまして、誘致合戦を勝ち継いで宮城県に建設が決まったんですね。そういうことになります。自治体が期待するのは半導体産業がもたらす経済波及効果なんですね、はい、村井知事は就任以来府県宮城を掲げ県内総生産10兆円を目指してきました。あと一伸び足りない状況が続いていただけに新工場建設は大変な破壊力があると思う、軌道に乗れば10兆円をずっと維持できると思うと期待感を示しています。そうなりますと気になるのが経済の効果がどれぐらい見込まれるかということですよね。気になりますよね、新工場の建設には大量の人や資材が投入されるほか、完成後は台湾からの技術者200人余りを含むおよそ1200人の従業員が働くことになります、はい、売上は年間1900億円を見込み、さらに東北の優秀な技術者が国外や首都圏に流れることに歯止めをかけることも期待されています。専門家は仮の試算でも県内総生産を 1% 以上押し上げる効果が見込めると分析しています。地元の商工会にも話を聞いてきました。期待はものすごくしております。まあ、これはね経済効果っていうのが一番じゃないかなと。工事をできる、さっきちょっとお話ししたんですけども、あの下請け、そしてあとは維持管理、さらには住宅の建設でアパート、ビジネスホテルとかバンバンこう住まいの方がね、来ると思います。建設業者にとってはものすごく嬉しい。黒川地域にはこれまでもトヨタ自動車東日本や東京エレクトロン宮城の工場が進出していて効果を感じているといいます。スーパーも含めてですね、飲食店、金曜日あたりはね満席のような状態なんですよ。それで家族で来ている人もかなり大勢の方がおります。一方で懸念していることもあります。心配しているのはですね、この半導体ブームっていうかね、経済効果がいつまで続くかということです。我々が呼び加えてみてて、みんなね、こっちこっちの県外さ行ったりやんなりされて困るな。いいことばかりというわけでもないんですね。そうなんですよね。商工会や専門家の田口さんは大きく2つの懸念点を指摘しています、はい、1つがこちら、人材や資材の一極集中です。人手不足や物価高の今、新工場に労働力や資材が集中することで県内の他の企業で人材や資材の確保が難しくなるのではということです。もう一つが、どれだけ地元に利益がもたらされるかです。宮城は支店経済であり、県外の大手企業に利益を持っていかれる恐れがあるといいます。東北大の遠藤センター長は、半導体分野は総合力が求められると話していました。地元企業の受注や雇用を維持し、地域経済を活性化させるには自治体の支援や地元大学による研究開発、地元企業同士の協力など、工場建設後も地域全体で連携を続けていくことが必要になってきそうです。新工場は早ければ来年夏頃にも着工します、はい。